彼女が成仏できない理由は NHK 名古屋放送局制作により NHK 総合の夜ドラワク区にて2020年9月12日より10月17日まで放送された日本のテレビドラマ全6回略称はカノブツミャンマーから日本に漫画留学した青年と古いアパートの部屋に住み着く色白で黒髪の幽霊との共同生活を描いた切ない ラブコメディ、桑原良子作、森崎ウィンと高木レニのダブル主演で、共に本作が NHK ドラマ初主演となる。幼少より日本の漫画を愛読し、小の県の刹那の作者、高野司令に憧れて漫画家になることを夢見るミャンマーの青年、エ民ミンは第15回世界漫画オーディションにて、奨励賞を受賞し、名古屋メディアアート専門学校の 漫画コースに特待生として留学する。限られた資金で部屋探しをする中で即決した激安物件に住み始めるが、その部屋、南海藻201号室には色白で黒髪の幽霊が住み着いていた。授業料をひったくられて金がないエ民ミンは、幽霊を追い出したら、家賃1年分を無料にするとの大家の申し出に、幽霊との共同生活を開始する。 アルバイト先のコンビニ、エビフルの店長で僧侶の藤島感動から、幽霊は心残りをなくせば成仏すると聞いた。エーミンは、幽霊が成仏できない理由を探るため幽霊に、やりたいことを尋ね、部屋の外へ出るため、エーミンの体を借りたいという幽霊に体を貸すことを、決意。体を借りエーミンとして1日を過ごした幽霊は、専門学校で描いた漫画の作風が、 告示していたのをきっかけに、自身の正体が漫画家の高梨玲だと悟り、さらに自身のゴーストライターの存在を疑い始める。ありがとうございます。